ブチ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 、ちょっと日頃の恨みをこのシーンとかに、あクソったるがって思いながら、こんにちは、よしこでございます。いきなりこっちからの映像でございます。今日やっていこうと思っている料理なんですけれども、鶏胸肉でホイコーロー、つまり鶏コーローを作っていきます。で、僕の料理では基本的にはダイエット飯、ダイエット料理を発信しておりますので、ダイエットしている方、してみたいなと思う方、あるいは料理の方を楽しんで見ていただいている方がいらっしゃれば、高評価と登録の方よろしくお願いいたします。それではやっていきましょう。で、鶏胸肉はいつも通りに皮は外しておきます。よいしょ。鶏胸肉は 400g ございましたので、2人前か3人前かぐらいかなの量で作れるかなと思います。鶏胸肉の切り方なんですけれども、よいしょ、薄切りで切ります。後で熱も通りやすいし食べやすくなるので、はい、 OK でございます。それでは次はキャベツですね。で、ホイコーローなんですけど、切ってやるより僕はちぎった方が美味しくできると思ってます。そっちの方が後でタレが絡みやすくなるんで、なんでこうやって手でもちぎって、一口サイズ程度にちぎってください。で、芯の部分だけ気をつけて、僕はいつもこうしてます。まあでも大体試行してる人ホイコーローやったら多いんちゃうかなと思ってるんですけどね。ブチ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 、ちょっと日頃の恨みをこのシーンとかに、クソったるがって思いながらやると、危険な人物の出来上がりです。はい、以上でございます。これぐらいごっそり使います。タレ作りをしていこうかなと思います。甜麺醤使うんですけれどもね、本来は、まあ、甜麺醤ちょっと手持ちにないっていうのと、普通にお味噌を消化したいので、お味噌使ってやっていきます。これ 20g ですね。お醤油も加えます。お醤油も 20g ぐらい。焼酎、黒霧島くん、これも大さじ1杯ぐらい入ればいいかなと思います。ちょっと1回混ぜますね。で、パルスイートも入れます。超便利、パルスイート。豆板醤の方です。これを 5g ぐらい入れといて、はい、 OK でございます。キャベツあるんですけれども、まあ量がそこそこ多いので、多分ね、後で水分もがっつり出るし、量も多いからか炒まるのにちょっと時間かかると思うんですね。レンジでチンします。シャキッと感を残したいので、600ワットで1分半ぐらいやっていきます。はい、見てください、いい感じに湯気も出て温まってます。今度は肉を炒めます。はい、ごま油でコーティングをします。ではぼちぼち、お肉ちゃん投下、量が多い。塩を軽く振っておきます。いや、いい感じですね。ではね、この中にもう最初にタレの方を加えていきます。ザーッと、お酒が入っているので軽くお酒飛ばすような形で、もうこの時点でいい感じです。めっちゃ美味しそう。はい、では途中で動画止まっちゃってたんですけれどもね、カメラの方が、もうその間にすでにキャベツの方をぶち込みました。で、レンジで通してるので、そんなね、炒める時に時間をかけずに、さっさとタレと絡まらせる程度に炒めてください。今でもこうやっていっぱい出てますからね。ある程度強火でさっと炒めたら火を止めておきます。ではこれを盛り付けます。はい、では食べていきます。
はい、お上がりなさい。いただきます。では食べます。もうシンプルに作りましたからね。甜麺醤使いたかったけど、まあ味噌でもいけるかと思って、甜麺醤は甜麺醤でちょっとね、おそらくあの甘さは糖質入ってると思うので。うん、うまい。あー力つく。あ、うまピリ辛、うまうん、この味の濃さがうまい。スースーと胃袋の中に入っちゃう。では最後かっこみます。はい、ごちそうさまでした。美味しかったでございます。甘いかな、これ茶葉の甘み言うてるし。ああまろやか。はい、いかがでしたか。では今日はホイコーローならぬ鶏コーローという感じで、作っていきました。味なんですけれども、もう甜麺醤使ってなくてもやっぱりね、お味噌と醤油とかね合わせるだけでそれっぽい味にはなりました。で、甘さを出すためにパルスイート使ってやっていくと全然甘さは出ますしね。ただ砂糖とか使えないので、そこはねパルスイートでぜひぜひやってください。で、味の方もね、豆板醤をちょっとだけ入れたので軽くピリ辛、そしてお味噌とかのタレも相まってうま辛に仕上がってます。スルスルと喉を通っていく形で、美味しすぎてご飯を食べ過ぎないように気をつけてくださいということで、はい、ではこれで終わりにしますので、また次回お会いしましょう。ではバイバイ。